はい、ラスト、有名に行きます。なんか、レインボーバブ、レインボーバブ増やすってのも、ある意味上等手段かもしれないね。ミューズが少しする意味では。消して、あ、そうだ、スターバブルも消えてるね、そういえば。で、左側の視点くっついて赤の数も減ってる。ちぎる。あ、嘘、ちぎれなかった。で、OK。言うのに、俺は何が増えた？レインボーバブルが減ってるよ。あ、視点も増えてる。レインボーバブルが減ってんのはなんとなく分かったんだけど。あ、そうだし。ちぎったバブルを使って消そうとしてた。こうで、こうしといて、うわ、やだ。怖い。ちょっと待って。赤が来てるからこっちやって、こうやって、OK。ちぎれない。この辺もっとか。OK。U の3。さすがに。うちはこれ色増えてるかなって踏んだんですけど、そうでもなかった。OK。どちらかというとこれ視点が増えてるんだね。あ、やべ。やっべ。済んだ？やっぱり。しまった、もう一段下げやかった。ミスった。テイク2。おう。うわぁ、ちょっと待って。滑車先硬そう、もう。こうで。でも、ここは死ぬとこじゃないと思うんだけどね。まだ、あと二つ。これは難しかったなぁ。U の4。あれ、色減った？色減ってレインボーバブルが増えたか。あれ？とりあえず。まあ、これぐらいだったら普通に行きたいですけど。まあ、シーズン1の時はミスってましたが、危ねえ。あ、やべえ。塞いじゃった。塞ぐと、結構ね、やりにくいんだよね。あれ？いや、そういう風な消し方は意図してないんですけどね、一応。はい、OK です。うん。まあ、これはもうできるようになったと思う。U の5。これ色。でも色減ってるよね。なんか全体的にバランス色の色って減ってるよね。色を減らすってのも確かに一つ上等手段はあると思いますけれども。それにしてもいくらなんでも、そんな感じでいいのっていうのが、個人的にはあるんですけど、てか結構やばいんだけど。あ、積んだ。最後の最後でも、最後の最後でミスった。テイク2、ゴー。ちょっと待って、まずここを処理したんだけど、入ってねえじゃん、バカ。いい反射使って、消して、ので、とりあえずこれは降りてこない。降りてこないというか、反対側から降りるのっつったら、こうで、
ち上がってて持ち上げた方が意外に狙いにくいかもしれない。ちぎる。さあ両方ゆーらゆーら。でも意外に色残ったな。それここ開けといて、開けといてってか開いてないけどさ、ちぎる、開ける。ちょっと、ちょっと待って、これ無理ゲーだわ。あ、積んだ。ちょっと待って、もたもたしちゃいかんな、これ。テイク3。ちょっと待って。とりあえず、もたもたしちゃいけないっていうのは教訓ですね。ちぎって、こうで、あ、オレンジか。オレンジが消えて、あ、入るんだ、一応。で、こうしといてリーチかけとけば、楽なんですけど、てかまだ色が結構残ってるんだな。こうして、こうやって、で、クリア。なんだ、この点数。ランキングには乗ったけどね、一応。はい。ってなわけで、まあ一応乗りましたね。いいですけどね。まあ言うことはないですよ、本当に。はい。じゃあ、そんなわけで、パズルゴーグル4実況プレイ、今回以上になります。ご視聴ありがとうございました。